今日もみんなでシネマティック、有村本です。先日はですね、アカデミー賞の中継、このシネマラボでもさせていただきましたけれども、今日はですね、ちょっとあれ自体僕3時間半ぐらいあのカメラ回してたので、10分でわかるですね、今回のアカデミー賞の総括、まあ、5分から10分でわかるということで、今回動画を回してみました。はい。まあ、結果、蓋を開けてみたら、エブリシング・エブリウェア、オール・アット・ワンス、これがもうほぼほぼ総なめと、結構最近の傾向にしたら珍しい結果でしたよね。大体最近はこう作品賞はこっち取るけど監督賞はこっちっていう風に分かれる傾向があったんですけど、まあほぼほぼエブエブ現象が起きたなということで、僕の個人的な感想ですけども、アカデミー賞を取ったからさぞすごい映画なんだろうなと思って、映画館に行く人これからめちゃくちゃ増えると思うんですよ。ただあまりにもくだらなすぎて、もしくはサイケデリックすぎて、カルトすぎて、みんなね、絶句すると思うんですよね。え、これがアカデミー賞、作品賞取ったやつなのっていうふうにびっくりする方が、おそらくですけども、今後増えそうな予感がします。はい。まあ、ただね、ちょっと今回総括ということで、まず、アカデミー賞、本当に変わったなっていう感じしましたよね。今まで6000人のアカデミー会員がいて、白すぎるオスカー像と言われてたのを、3000人増やして、こう、女性とか、黄色人種とか、いろんな人たちを入れることによって作品選びが本当に変わったなと。でしかもエブエブってどっちかというと今までこう権威のある例えば人種差別とはとかセクシャルマイノリティとはっていうような難しいそのなかなかアンタッチャブルな触れづらいネタをあえて触れるっていうのがここ最近のアカデミー賞15年ぐらいの、特徴だったんですけども、あえてそれやらないっていう、ね、コインランドリーの冴えないおばちゃんがちょっとお金苦しくて、そしたらたまたま、多元宇宙のユニバースからその旦那が来てっていうところからそのマルチユニバースの話になっていくんだけれども、入り口は非常になんかカルトなマニアックな、なんならパルコ渋谷でやってそうなんですね。なんか単館上映の映画かなと思いきや、蓋を開けてみたらあら不思議と、ちゃんと例えば娘が、レズビアンだったんですね、とか、それから移民問題ですよね、いわゆる中華系がアメリカに移民したけども仕事がないとかっていう問題だったり、まあ、そういうですね、なんか男女の、まあ、格差問題ですね、あと、その収入の格差の問題とかっていうのも、まあ、鋭く描いている。結果アカデミー賞がいつもやっていることのテーマは根底には実はあったけども見せ方が全く180度違ったという作品が本当に素晴らしかったなと思いましたね。はい。で、まあ、FF の話は大体これくらいが総括としてあって、あとは、もう一つのテーマがですね、カムバックっていうところが大きいかなと思いましたね。まず助演女優賞の、主演女優賞の、ミシェル・ヨーさん。もうやっぱり、ミシェル・ヨーさんなんて、僕の時代で言うと、ジャッキー・チェンのポリスストーリーでヒロインやってたイメージがめちゃくちゃ強いじゃないですか。90年代の人っていう感じがあるんですけど、まあ、見事にカムバックして、しかも助演男優賞取ったキーホイクワンさん、インディ・ジョーンズ魔球の伝説のあの男の子ですよ。最後ね、ハリソン・フォードとスピーチの時に抱き合った時は40年ぶりにあのコンビが年取って抱き合うなんて、まあ素晴らしかったですよ。でそれを見ているスピルバーグも良かったよね。はい。だからそのキーホイクワンさんのグーニーズに出てたあの世代の人がまたカムバックする。しかもキーホイクワンさんに関してはあえていわゆるそのステレオタイプの中国人をエブエブで最初演じてましたよね。メガネかけてこう身振り手振りが多い中国人でも実際にバーンとマルチユニバースから来たキーホイさんは全く違っていわゆる普通の演技をしてた。これはアメリカ人がチャイニーズとかアジア人にこういうキャラクターだよねっていうのを長年押し付けていたんだよねっていう痛烈な皮肉でしたよね。それをキーホイさんが演じたことで今回助演男優賞取りましたよね。まあ、だから久しぶりのカムバック。それから主演男優賞のブレンダン・フレイザー、これもですねハムナプトラですよもう時代が90年代とか2000年の映画見てる人が、のがまた今回出てきて、まあ、ちょっと太ったその300キロぐらいあるね体重の役でしたけども、またブレンダン・フレイザーさんも実は干されてたんですよね。アカデミー協会の人にいろいろ物を言ってですね、20年近く表舞台に出てこれなかった。
でもまた今回ホエールという作品の、まあ、ダーレン・アロノフスキー監督お得意のですねレスラーのミッキー・ロークがこう蘇ったようにですね、まあ、彼を当て書きして書いた作品がカムバックして入ってきたというように、なんか今回のそのアカデミー賞の特徴としてはこういろいろあってそのしばらくぶりにこう返り咲いた人にちゃんと賞をあげる、しかもそれを作品も当て書きしてみんなそのなんていうのかな、こういろいろあった人生を盛り込んだ脚本にしてるっていうね、まあ、その辺も含めて非常に良かったなと、まあ、あとはね中国勢とかあとアイルランド勢ですね、イニシェリン島の精霊とかは結構アイルランドの話だったり、それから RRR はインド映画だったり、そのアメリカのアメリカによるアメリカ人のためのアカデミー賞なんですけど、もはやアメリカは世界の多国籍な国をいろいろ受け入れてるという意味ではですね、日本のアカデミー賞とか批評家大賞のやっぱりその5年先を言っているというか、やっぱり日本映画の選ぶ賞レースっていうのはどうしてもガラパゴス化している、どんこう島国日本がやっぱり主軸になるから、なかなかアメリカの作品賞とかには入りづらい、やっぱドライブ・マイ・カーとかも選ばれたんですけども、いわゆる国際長編賞とかっていうようなその外国映画賞の中にやっぱり入っている一部門っていうのがなんか日本映画としては悲しいなというふうに、まあ、僕個人としては思いました。なので、まあ、本当はあの5年先がアメリカの描くアカデミー賞なんだなと思うと、5年後はもっと日本映画も国際色豊かになって、それこそ大谷翔平じゃないですけども、外国に行った人がまたこっちの日本映画で戻ってくる、渡辺謙さんのさらにこのアップデートされた、小栗旬さんのアップデートされたような、まあ、未来の映画祭に日本映画もなっていくんじゃないのかなということにちょっと期待を込めつつですね、今回のアカデミー賞の総評、まとめてみました。この動画ためになったよという方はチャンネル高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします、はい、ということで次回もみんなでシネマティーク、ありがとうございました。